今回は、シンセライフを使って AI インフルエンサーを生成する方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。まずは、シンセライフのサイトにアクセスします。サイトの URL は、概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、右上にあるログインボタンをクリックします。この動画では、Google アカウントを使って解説を進めます。Continue with Google と書かれているボタンをククリックしますサイトにログインしたら最初に生成する AI インフルエンサーの設定を登録しますビルドアフェイスと書かれているイラストをクリックしますシンセライフでは有名なセレブの顔を組み合わせて新しい AI インフルエンサーを作成しますそのためセレブの名前を入力していきます1人目は韓国の女優さんのソンヘギョにしてみました そして2人目はハリウッド女優のナタリー・ポートマンにしています次に髪の毛の色を指定します今回はブラックつまり黒髪と指定していますそれぞれの項目を入力したらアップデートボタンをクリックしますそうすると画像の生成が開始されます画像が生成されるまでしばらく待ちますしばらく待っているとこのような画像が生成されましたもしも 別の画像に変更したい場合は、もう一度、アップデートボタンをクリックします。そうすると、新しい画像が生成されます。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。この画像で問題なければ、スタートクリエイティングコンテントと書かれているボタンをクリックします。そうすると、このような画面に移動します。それでは早速、 画像を生成していきましょうまずは左側のメニューからオートジェネレートを選択しますそうするとこのような画面に移動しますこの画面が表示されたらオートジェネレートと書かれているボタンをクリックします画像の生成が開始されるのでしばらく待ちますしばらく待っていると生成された画像がこのように一覧表示されますこの解説では 少し過激な画像もあるためぼかしを入れていますこのように最初に生成した顔の画像が自動的に生成されています生成する画像の服装や背景はテキストで指定することもできます左側のメニューから「フォトスタジオ」と書かれているメニューを選択しますそうするとフォトスタジオの画面に移動しますこの画面に移動したらまず服装つまり「クローズ」を指定します 今回は「白いブラウス」「プリーツのスカート」「ネックレス」というキーワードを指定してみました次にバックグラウンドつまり背景を指定します今回は「カフェ」「朝の時間」というキーワードを指定しています次にポーズを指定しますこの動画ではポーズの指定をランダムのままにして解説を進めます最後に生成する画像のサイズを指定します こちらは正方形のままにしておきます。生成する画像に関する設定を指定したら、ジェネレートボタンをクリックします。画像の生成が開始されるので、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。指定した通り、白いブラウスとプリーツのスカートを履いてネックレスをつけた女性が、カフェにいる様子の画像が生成されています。それでは次に、 イメージクローンの機能を確認してみましょう左側のメニューの中からイメージクローンを選択しますそうするとこのような画面に移動しますこの部分に元になる画像ファイルをドラッグドロップします今回はこのような画像をアップロードしてみました画像をアップロードしたらジェネレートボタンをクリックします現在はトライアル版で利用しているため 1>, 1日分のクレジットを使い果たしてしまったようですシンセライフのプランは3パターン用意されていますアカウントを作成してから7日間は使用期間として利用できます使用期間に使ってみて気に入ったら有料プランに切り替えるのもいいと思いますここからは有料プランに切り替えた状態で解説を進めますイメージクローンの画面で画像をアップロードしてからジェネレートボタンをクリックします そうすると画像の生成が開始されます画像が生成されるまでしばらく待ちますしばらく待っているとこのような画像が生成されましたアップロードした画像の顔の部分が入れ替わっていますなおこの顔を入れ替える機能は TikTok の動画にも適用できるようです左側のメニューから TikTok リフェイスと書かれているメニューを選択しますそしてこのテキストボックスに 顔を入れ替えたい TikTok の共有リンクを貼り付けたらアップロードボタンをクリックしますそうすると指定したリンクの動画の顔がすり替わった動画が生成されるようですこちらがそのデモの動画ですこのように表情豊かなパターンでも対応しているのはすごいですね是非お試しくださいそれではまた別の動画で